胃がんと聞いて、あなたはどう感じますか？まだ自分には関係ない、大人の病気、そんな風に思っている人が多いかもしれません。確かに胃がんは高齢者に多く見られる疾患ですが、20代の若者でも発症するケースがあります。しかし胃がんは予防できる病気です。まずは胃がんについて正しい知識を身につけましょう。皆さんこんにちは。北海道胎がん協会の加藤です。2023年のデータによりますと、胃がんの死亡者数は約4万2000人です。これはがんで死亡する中で3番目に多い数になります。ただし胃がんは数少ない予防できるがんでもあります。突然ですが、皆さんは胃がんの主な原因が何か知っていますか？それではここでクイズです。次の2つのうち、胃がんの原因として多いものはどちらでしょうか？1、食べ物。2、細菌。正解は2の細菌です。胃がんの原因はピロリ菌という細菌です。ピロリ菌に感染する時期は幼少期です。胃の発達が未熟な5歳までと言われており、それ以降は胃酸分泌が大人並みにしっかりするため、感染はごく稀とされています。つまり5歳までにピロリ菌に接触しなければ大丈夫なのですが、感染ルートとして一番心配なのは実はご両親からで、食べ物の口移しなどは注意が必要です。近年の研究でピロリ菌が慢性胃炎を引き起こし、がんの原因になっていることが分かっています。胃がんの初期にはほとんどの場合症状が出ません。そのため症状がないから大丈夫と考えると、知らないうちにがんが進行してしまいます。自覚症状がない場合でも早期に発見するためには定期的な検診が必要です。ではここでまたクイズです。ピロリ菌が胃がんの原因であることは先ほどお話ししました。ではこのピロリ菌は除菌できるでしょうか、できないでしょうか？正解は除菌できるです。保険診療で認められているピロリ除菌治療法があります。ピロリ菌の除菌は1週間3種類の薬を飲むだけです。3種類のうち2種類は抗菌薬、1種類は胃酸を抑えるための薬です。ピロリ菌の除菌薬の組み合わせが工夫され、最新の方法では除菌の成功率は約 90% にまで改善しました。ピロリ菌の除菌は早いほど胃がんの予防効果が高いことが証明されています。1回目の除菌治療法に失敗した場合は、2回目の除菌治療法も保険が適用されるので、経済的な心配も少なく安心ですね。それでは次に、日本でのピロリ菌の感染率がどうなっているかを見ていきましょう。このグラフは年代別のピロリ菌の感染率を表しています。ご覧の通り、若い世代ほど感染率が下がってきていますが、60歳代だと2人に1人、30歳代だと5人に1人、20歳代だと10人に1人が感染しています。それらを計算していくと、すでに除菌した人も含め、日本ではおよそ4500万人がピロリ菌に感染していると推定できます。これは日本の人口の3人に1人の割合です。中学生に対するピロリ検診を行っている自治体もあります。もし
ピロリ菌検査を行っていない自治体にいる場合でも、検査を受けられる病院に行って検査を受けてください。今度は胃がんを早期で見つける胃がん検診についてです。大きく2つの方法があります。胃エックス線検査と胃内視鏡検査です。胃エックス線検査はバリウムを服用してエックス線を照射し、胃の状態を観察するレントゲン検査です。胃内視鏡検査は CCD と言われる小型のカメラを装着した細い管を口または鼻から挿入し、食道、胃、十二指腸を直接観察する検査です。もし胃がんが見つかった場合でも、早い段階であれば内視鏡で体の負担を少なく治療することができます。胃がんの心配が少ない若い人たちは、まずはピロリ菌に感染していないか検査を受けることが胃がん予防の第一歩になります。積極的に検査を受けましょう。この動画で学んだ今、胃がんと聞いてあなたはどう感じますか？自分ごとと感じるようになったかもしれません。でも胃がんは予防できる病気だということを忘れないでください。早期発見できれば怖くない病気という期待感もあるはずです。今日学んだことを忘れずに、定期的ながん検診を受けるよう周りの大人に呼びかけましょう。